んにちは、皆さんお元気ですか。今日も外に来てるよ。最近は外に出られるようになってきたから嬉しいね。ワクワクしてますよ。さて今日は新宿に来てます。新宿のスタンダードプロダクツ、なんとここはおしゃれな100円から1000円のものがギュッと詰まった話題なお店なんです。ということで今日はその店内を紹介して欲しいものをゲットしたいと思います。ということで始めるよ。はい、ということでね、もうワクワクの店内でも早速ここに食器があったりとか、奥が広くてもう早く行きたいよっていう感じなんだけど、私一人だとねちょっと迷子になっちゃうっていうか、商品のね詳しい説明とかもあるので、今日はお店の方をお呼びしました。どうぞ。よろしくお願いします。渡辺さん、はい、今日は渡辺さんと一緒に店内を回って、分かんないことあったら渡辺さんにどんどん聞いていこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ちょっと行きたいんだけど、この辺食器洗い機対応なんだよね。はい、それでいて300円500円ってシックなカラーも揃っていて、おしゃれなねスクエア型とかもあるわけよ。こんだけさ値段が安くてこんなおしゃれなスクエアとかあったらさ、はい、もう料理めちゃめちゃ楽しくなっちゃうよね。そうですね。で今春じゃない、だからやっぱりこれから新生活スタートさせて、例えば地方から東京に出てくる人たちとかは一式揃えなきゃいけないとかなったらさ、すごい便利じゃない。そうですね。3000円ぐらいあったらとりあえずのもの揃わない。はい、揃うと思うよね。しっかり揃う。だって300円で10個を揃えればいいんだもんね。はい、一人暮らしにはぴったりだし、私もなんかこういうのをうまく利用して、お客さんが来た時にちょっと枚数揃えたい。こんなスクエアのさお皿結構1枚1000円ぐらいするやつだったら10個買ったら1万円になっちゃうじゃん。はい、だから300円とかで10枚だったらもう別に全然もう買うよみたいな気分になるからそういう使い方もできるんじゃないかな。あとこのサイズが好き、これ万能サイズ。私の顔よりちょっと大きいけど、サラダボウルとかパスタとかちらし寿司とかカレーライスとか何でも使えるから、一人暮らしの人でもこれ1個あればワンプレートとしてね、いろいろご飯とか副菜とかも入れながらワンプレートで済むサイズ、これは非常に便利かと思います。イエーイ。あとこっちかわいいの100円。これいわゆるそばじょこなのかな。あ、そうです。そうだよね。はい、だけど私これをコーヒーで使ってんの、お茶とか。だからこうやってやってコーヒーを飲む場合もあるし、こういうふうにしてさ、こんな感じでここにちょっとクッキーを乗っけてさ、こっちにお茶をして、どうぞ。よくない？こういう使い方もできれば、そばじょこにもできて、お茶も飲めてコーヒーも使えてっていう使い方がすごい気に入ってて、私はね、柄をこういう風にして違う柄で、これとこれをこういう風にして、で、これとこれをこういう風にするっていうやり方をやってるわけ。ちょっと上から見てくださいよ。おしゃれじゃないですか、この。柄が違うんだけど統一されてるっていうのが、まあ洋服のコーディネートで言うとさ、ストライプと水玉みたいなの分かる、はい、そんなイメージのやり方です。ぜひ皆さん参考にしてみてください。しかも100円ですから、めっちゃ安い。100円ですよ。はい、そうですね。お寿司とかもいいですよね。お寿司のあのお醤油なんていうの、そういうのお小皿的なものとかにも使えます。いや、食器も揃って、スプーンも、何これ、右手で使いやすいスプーンってどういうこと。こちらはあの、うん、右手の右利きの方にすごい使いやすいようにちょっと形がこう斜めになってまして、すごく使いやすいので、あの小さいお子様のスプーンの練習とかでもすごく便利かなと思います。これ左手の方用はないのかね。あ、ちょっと今ないですね。そうなんだね。左もあったらいいね。そうですね。こういう木のものも可愛いね。大好き。うわー、すごいすごい、安くていい。そのまま食卓に出せるフライパンプレート M サイズ。はい、 M とあと L サイズと。これ取っ手はついてないの。取っ手はないですね。でもこのまま調理して鍋つかみかなんかでシュッと。はい、そうです。あ、今流行りのスキレットもあるじゃないですか。まさしく私今日朝スキレットで
ベーコン乗せて目玉焼き、はい、でこのままこうボンと置いてっていう、またねスキレットで作るね目玉焼きとかねめっちゃ美味しいの、何でも美味しくできるから。スキレット550円だよ。ちゃんと焼けるんですか？はい、ちゃんと焼けます。素晴らしいです。いいですね、こういうね。なんかこれ人気なんでしょう？はい、そうです。紹介してもらっていいですか？こちらなんですけども、うん、国産の木材を使用した間伐材のシリーズになってまして、うん、森林の成長のためにある程度木を間引くんですけども、うん、その時に出た木材を使用している、うん、環境に優しい商品となっております。おー、ヒノキとかで作られた、はい、菜箸300円、ヒノキのしゃもじ、お、いいじゃないのこれ。炒めしゃもじ、はい、いい感じだね。それからしゃもじ、ヒノキのしゃもじなんてちょっといいよね、匂いがして ね。奥の方にはキャンプ、今流行りのデイキャンプなんか流行ってますからね。今日は紹介しませんけど、ぜひ皆さんキャンプ用品のちっちゃいテント、ピクニックに行くのにね、公園なんかでも使えるもんね、はい。あー、ノアグリのペット用品もある。ちょっと行ってみようか。うわー、かわいい。なんとね、こういったお店にペットちゃんのこういう可愛らしい商品が並ぶ時代が来るとは思ってませんでした、はい、安くないですか？500円ですよ、はい、うちは2匹いるからちょうどこういう感じで、こっちがね、そうだな、あえてこっちノア君、こっちグリちゃん、こういう感じで置いてご飯とお水、いいね、これ買って帰ろうお買い上げ。これあのノアとグリがご飯食べてるとこ映すんで見てください。うちのワンちゃんかわいいなよ。そうですか、会いに来てくれ。あ、来なくていいわだって。そう来て来て来て。ということで猫ちゃんのも揃ってるね。はい、猫ちゃんなんてこれ喜ぶんじゃない？そうですね。こんな泉がついてる。見て。猫ちゃんの遊び道具、爪研ぎなんかもあります。あ、私ちょっとあれが気になってるんですよ。今流行りのソーラーライトじゃないですか？そうですね。これどういう使い方をするんでしょうか？コンセントいらずなんですけども、うん、ここで太陽光とか、うん、あとは部屋の中の明かりをここに貯めていただくと、こちらをオンにしていただければ、自然に暗くなれば、はい、自然に明るくなります。明るくなったら自然に暗くなる。あ、はい、そうです。最近は電磁波問題っていうのがすごいね関心持ってて、特に寝室さ、テレビとかいつもパソコン触ってたりとか携帯を近くに置いてると、すごい電磁波の影響で知らず知らずのうちに頭が痛いとかだるいとか体調が悪い人が結構増えてるんだって。私その話聞いて、寝室のライトをソーラーにしたの、はい、こういうのをいくつか置いて寝るときにはもう1時間前から携帯を切って、起きたら2時間携帯を触らないっていう生活を10日間してるの。全然違うよ。だからそういう意味ではこれね、いくら1個、こちらが500円でしょ。これをさ、私さ、寝室の周りに3個置いてあって1500円じゃない、はい、で寝る前なんてそんな明るくなくていいわけだから、はい、ぜひそうやって使ってみて、本当に体調が良くなってきたの。あともうそうだよ、あと外でも使えるしね。そうですね、とってもおすすめ。これはもう今の時代にぴったりのソーラーライト、絶対いいと思います。これもこれ何、ネット、洗濯ネットです。なんでこのおしゃれな洗濯ネット、どうしてこう取っ手がついてるんだろうか、はい、このまま、あ、そうです、外に行ってもらってコインランドリー、はい、コインランドリーこのまま行くみたいなそういう使い方もできる、ね、はい、使い方もできます。コインランドリーこのまま入れられるっていうね、はい、なるほどなるほど。本革の商品が1000円以内で買えるってことですごい人気なんでしょ、はい、私ね、これが面白いなと思ったのよ。そうですね、時代だよね、こんなの革で作っちゃうっていうさ使う人いるのかしら。そうですね、オフィスの方とかこれ持ってって、はい、おしゃれなのよ私みたいなね。そうですね、いいね、これはとっても素敵なアイテムだと思います。これなんだろう、これはペンケースですね。おしゃれなペンケース、いいね、はい、モチベーション上がるね。そうですね、あとあのメイクのブラシ入れてもいいしね。そうですね、何でも使えそうだね、はい、ハサミとかも入るし、お家の収納にも使える。こういう細々したものってバラバラになるからさ、もしかしたら工具箱のなんかそういうプラスとかマイナスのものを入れたりとか、はい、ちっちゃいハサミとか裁縫道具とか、あ、そういう何にでも使えちゃうね。だから
何個かこうやって揃えればいいよね。そうですね。なんか引き出しの中に入れるバックインバッグのなんか小物版みたいな感じで使っていくと、はい、とてもいいんじゃないかと思います。小銭入れもあるけど最高じゃない。車に入れといて、はい、駐車場の時すぐ使えるとか。これはこちらはカードケースですね。カードケースもおしゃれ、はい、男の子にもぴったりじゃないですか。そうですね。そしてこれはこちらはマネーお札の、はい、マネークリップです。じゃあお誕生日プレゼントにこれとこれをあげたりなんかしたらめちゃめちゃ喜ばれる。そうですね。それでも値段言わなかったらわかんないもんね。わからないですね。これとこれで1000円以内でしょ。そうですね。違う？いくらといくら？こちらがコインケースが330円で、うん、マネークリップが550円なので880円です。これ880円って言わなかったら絶対わかんないよ。5000円ぐらい見えますね。見えるよね。ぜひ皆さんお誕生日プレゼントにおすすめでございます。こんなにいい商品があるとは思いませんでした。あっという間に時間が経っちゃうね。そうですね。もう楽しいから一日中このお店の中にいてゆっくりお買い物。おー、これいい。何だと思いますか皆さん。はい、どうぞ。折りたたみ式バケツなんですよ。めちゃめちゃ収納に楽じゃん。そうですね。こうやってやってフックにかけて、はい、で使うときは今みたいにもうこういう時代よね。幅を取らない、ね、何でもかんでも外で使えるしキャンプにも持っていける ね。 そうですね。最高。これいい。時代のものがここに売ってるんだけど、耳が痛くなりにくいマスク、スモールサイズとレギュラーサイズがある。はい。ああ、全然負担かからない。そうですね。買いますからちょっとしてみますね。はい、説明してあげてくださいよ、はい、それ。こちらなんですけども、うん、この紐の部分が特許を取得しているものになっておりまして、自分の体温に反応して紐が柔らかくなるので耳の負担がすごく軽くなる商品になっております。あとさ、ここが針金じゃないんだね。そうですね。ほら、発泡スチロールみたいな感じ。そうですね。鼻に当たっても痛くないっていう。そうですね。鼻も、あ、どう、ちっちゃすぎ。いや、全然ちょうど合ってると思います。なんかすっごい耳が痛くない。こんなのあり。そうですね。今マスク生活がずっと続いてるのでやっぱり耳が痛くなってしまう方が多いので、痛いのよ。すごくおすすめです。わー、すごい。なんか本当冗談抜きで軽い。なんかね、全然負担がない。何これ、すごいいいね。これ私このね買っていく M も欲しいから、はい、息子にねブラックとグレーと買っていきます。じゃあこのマスクでこのままいきます。続いて最後ちょっと1個紹介したいものがあるんだけど、はい、私ねずっとこの商品が気になってんのよ。でスーパーに行ってそのままスーパーのカゴにかければそのままね、これをかぶせてない状態でかぶせて、まあ、お隣のカゴにこれを置いてレジ係さんに商品を入れてもらってそのままシュッとできてですよ。しかもこうやってコンパクトなサイズにまとまるからお仕事のバッグとかね、はい、買い物行くときにこういう風に縮めていけるっていうのがすごいいいなって。もうこれ定番になってきたけど、なんて言ったって300円だから2つ買ったって600円じゃん、ね、これ2つあったらさ、スーパーのそういうものだけじゃなくてこれからのシーズン海とか、はい、濡れたものとかも入れられるし、ワンちゃんのなんかちょっとしたタオルとかさ、はい、ピクニック用のものとかも入れられるからすごい便利だと思いました。ありがとうございます。ことでレジ近くはこういったバッグのものがたくさんある。これもおすすめだけど、私はこういう網のバッグに野菜を入れて保存するようにしてるんだけど、それもすごいいいと思うのね。果物とかでこういうのを何個か買ってこうわざと店収納みたいにするとかも素敵だと思います。いやー、たくさん可愛いものがあって、新宿に限らず他にも結構店舗あるよね。はい、あります。スタンダードプロダクツで検索していただければ。渋谷とかにもあるのかな。はい、渋谷が1号店で、うん、ここが2号店目で、今銀座の方に3号店目と4号店目が大阪にやっとできます。すごいね、急成長ということで今日は新宿店を
お知らせいたしまして、渡辺さんにも付き合ってもらいました。はい、私も欲しいものがいっぱいあったよ。今度お買い物して、それもまたこれ買ったよなんていう動画もね、紹介できればいいなと思います。はい、ということで、ぜひ皆さん参考にしてみてください。お買い物ここに来たらゆっくり3時間ぐらいは時間潰せるね。はい、ありがとうございます。最後まで見てくれた人、ありがとう。またねー。渡辺ちゃんでした。ありがとうございました。